リカルド・カナルス、リカール・コン・アル・ズ・ワイ・ランビ、1876年12月13日から1931年2月7日は、カタルーニャの印象派の画家、版画家である、バルセロナで生まれた、イシドラのネー、ジョアキム・ミール、ラモン・ピチョット・ラ・トコラ・デル・サフラという会を作り、活動した、1897年に、ノネーと共に、パリにて、シェドスバーグの画廊に出展して、 大きな成功を収めた。ノネーが帰国した後もパリに残り、画商のポール・デュランイコール・リュエルのために絵を描いた。この頃パリを訪れたパブロ・ピカソと信仰を結び、ピカソは1905年にカナルス夫人の肖像を描き、カナルスは闘牛の観覧席でピカソの妻と自分の妻を描いた。1907年にバルセロナに戻り、その後はバルセロナで暮らした。 フランス人の興味を引く題材であるスペインの風俗も題材とした。マラガのカルメンティッセン美術館にあるフラメンコの踊り子を描いたバイレフラメンコなどがその例である。フランスの印象派、特にルノワールの影響を受けた絵画を描いた。ありがとうございます。